コロナの影響が3年ほど続いてね、世の中でコンサートっていうものがなかったはずなんですね。それはもう坂本龍一さんでさえコンサートができなかった。それがね、私は実は網走に暮らしてましてね、このホテルがとても近い、ね、だからここのロビーコンサートだけはできたんですよね。それがまだ良かったんですね。そこでね、もう全国のイベントを、期待するとか、コンサートを開くとか、そういうことはもういいから、ね、カメラで撮って YouTube でお客様とつながる、ね、だから YouTube、ここにね、安藤を置いときますからね、田村まさかのチャンネルを、ね、覚えて、これ QR コードでいいですかね、 YouTube ね、いいですか、いずれにしてもね、せっかくここの現場に居合わせたご縁がありますんでね、せっかくだから生の音をお届けしたいと思います。ピアノの音、そして後からこれオカリナっていうんです、これ、ね、このオカリナ、この音が素敵なんですよね。まあそれではその2つを今日はやっていきたいと思います。それでは田村まさか師匠、どうぞよろしくお願いいたします。ピアノから始めたいと思います、ね、はい、ありがとうございます大好きな、ね、アーティストで坂本龍一さんが、ね、亡くなっちゃってね、本当に残念なんですけどね、だいぶもう大きな影響を受けましたけどもね、プッドイはハンズアップっていう曲をやっていきたいと思います。昔ニュース23っていう筑紫哲也さんのやってたニュース番組のね、テーマ音楽に使われてたやつです。Thank you.
高でしたね、すごくありがとうございます。いいでしょう、この生の音っていうのはね。あのさて、ピアノもう一曲弾いてね、さっきのオカリナっていう楽器、楽器っていうよりもおもちゃなんですけどね、こんなおもちゃがね、こんなに表現できるのかっていうふうに感じております。それでは坂本龍一さんって言ったらやっぱり代表曲が戦場のメリークリスマスですね。本当、多くの人が知ってる曲になりました。やっていきたいと思います。
企画にね招かれて、その時に、まあ、自然の景観の中でやるんだったらこれいいんじゃないかな。オカリナは宗次郎さんが活躍したからオカリナのことはみんなよく知ってると思うんですけどね、なかなかこのコンサートやってるとオカリナの音初めて聞いたよっていうね、そういうケースが多いと思います。ではこのおもちゃみたいな楽器で、演奏してみたいと思います。さて、一つね大きな自慢がありましてね、普通一人でやる場合はカラオケを使う、私もずっとカラオケを使っておったんですね、まあ、割と、コンピューター使ったらね、カラオケも簡単にできますからね、やっておったんだけど、ついにですね、今ご覧の通りピアノが2つあるでしょ、こっちのピアノを使ってね、ピアノ伴奏でやっていこう、ね、このピアノはね、実は自動演奏機能がついてるね、私があらかじめ伴奏を弾いてる、ね、その弾いた通りに再現してくれるっていうね、非常に、面白いシステム。というわけで、私をもう一人用意いたしました、ね、これ私ですからね、ここに座って、まあ、こんなことをやってるのもね、最初のヒントは坂本龍一さんだったんですね。坂本さんのコンサートに行ったらグランドピアノ2台弾いてるね、それ面白いなと思ったんですよね、それもなんとか実現することができました。さて、生の音を聞いていただいてやってみましょうかね。宗次郎さんとはまた別にね、鬼太郎さん、がやった刺繍の道っていうのがですね、シルクロードですね、やってみたいと思います。Thank you.
きでしょ、この音色ね。本当、おもちゃみたいな楽器なんですけどね。さて、少しずつ YouTube 見ていただくお客さんも、お客様も増えてね、リクエストなんかいただくようになりまして、そういった曲をね、いくつかやってみたいと思いますね。旅立ちの日にってね、これなんか小学校か中学校の卒業式で、やったような感じなのかな。旅立ちの日に、あ、ありました。やっときたいと思います。卒業式の日なんかにやられたのかね、ね。さて、いろんな、ね、種類のリクエストをいただいてます。さあ、次はね、小さな旅。これはね、なんかドキュメンタリー番組の、テーマ曲だったように思いますね。やってみたいと思います。すいません、楽譜を間違えました。ちょっと小さな旅、もう一度、はい。
こんな格好ですね。短い曲なんですけど、いいですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、翼をください。なんか今日はあれだね、その卒業式のような、感じですね。翼をくださいやってきたいと思います。まあ、見てわかるように、そっくりさんなんかやってました、ね、だからね、コロナになる前はね、東京、大阪、九州もあちこちのイベントに呼んでもらってね、テレビにも出始めてね、これから面白くなるなっていう頃にね、世の中がコロナになってしまって、ね、コロナになっちゃったら、世の中はですよ、私はなってないですけどね、コロナになっちゃったら、コンサートどころじゃない、ね、イベントどころじゃない、結婚披露宴さえなし、ね、お葬式だけちょっと隠れてこしょこそっとやるしかない、そんな3年間でしたよね。でやっと、旅行も、お客様もね、いろいろ出向くようになりまして、コロナになってね、しばらくね、本当に、旅行者も少なくなってね、ここの会場もね、お一人、ね、まあ一人だったりですね、いない時もあったんですからね、思い出します。一番最初の夏ですよね、東京あたりの人は外出禁止令みたいな、
出てましたよね。旅行するなと、ね、さあその時、ここのホテルのロビーもたった一人ポツンと来てくれた、ね、あ一人でもいいんです、私はねこのもうコロナになってから考え方変えました。カメラで撮って YouTube、ね、YouTube でお客様に、つながろうというふうに考えました、まあ、繰り返しますけど、ここに私のチャンネルの QR コードがあります。スマホでパチッとやって、ね、チャンネル登録なんかしていただくとなお嬉しいです、ね、それでね、そのポツンと一人のコンサート、まあ、本当に記憶に、残ってるんですけどもね、コンサート、一人でもいい、ちゃんと聞いてくれやり、カメラで撮って YouTube に載せれば一緒ですからね。さあそれでコンサート終わりました、お客さん来てくれてありがとう ね、何もいなかったらね、お風呂入って帰るとこだったんだよっつってね、ところでどっから来たのって言ったらね、誰にも言わないでね、東京ですってね、元気な人は旅行してたんだよね。飛行機も便も随分減って大変な3年間でしたよね。まあさて、ここでコンサートができる、そしてきっと何かのご縁があってこうやってこの場所に居合わせたんですね。誰かに言われてきたわけじゃない、さあ行ってみようかね。でもね、このコンサートね、モノマネショーじゃないのか、ね、よく言われます。モノマネやるんです、やるんですけどもね、考えてみてください。田村正和さん、ね、口数は少ないです。歌うわけでなし、踊るわけでなし、以上おしまいですこれだけですね。まあ私はたまたま音楽家ですからね、演奏の方でやっていきます。だからまあシナリオとして、田村正和さんが音楽家の、役柄を、務めたらこんな感じなのかなっていうふうに見ていただければ、少し楽しめるかな。まあいずれにしても生の音っていうのは心の栄養になります、ね、さて、ディズニーの、リクエストが出てきました。小さな世界、It's a small world、 やってみたいと思います。簡単な楽器だから、これを機にね、お客さんもやってみたらいいです。あらゆる楽器の中で一番簡単な楽器かもしれませんね、これ吹いたら音が出る、ね、指だけ練習したらいいですね、その割にはね、本当に音色もいいですしね。さて、さっき申し上げましたように、YouTube に、YouTube を見ていただけるお客様から
いろんなリクエストをいただくね、ありがたいことに、そしたらね、これはね、エデンの東、これ映画の映画音楽のテーマなんですね。ジェームス・ディーン、ね、ジェームス・ディーンが出演したエデンの東やってみたいと思います。ありました、これはもう本当往年の名曲ですね。オーバーザレインボー、虹の彼方にやってみたいと思います。Thank you.
種類のリクエストいただいて、ね、あ、これもいいですね、枯葉。何の宣伝もしてないのにね、オカリナを教えてほしいっていう人が集まってきて、教室ができちゃったよね。もう今ではね、その教室も生徒さんっていうより檀家さんですね。檀家さんが70人ぐらいいるね。月曜日から土曜日までその檀家さんのとこ回ってオカリナを使って遊んでるね。それが良かったのはね、このコロナになったらね、コンサートないでしょ、イベントないでしょ。だから私たちの仕事ってのは本来減っちゃうんですね。お金に困る。だけど私はこれがあったおかげで、ね、ここのロビーコンサートもあるし、教室からの、収入もあります。要するに檀家さんのとこ月2回回ってるんだけど、檀家さんのとこ行ったらお布施をいただいてくるっていう、ありがたい、ね。だからまあそんないいことがあります。こんなおもちゃみたいな楽器のおかげでね、まあお客様もね、ほんと簡単な楽器だからやってみたらいいよ。そしてね、YouTube にはコメントが書けるようになってますから、こんな曲、ね、例えば、まあ、何でもいいんです、ふるさと、ね、ふるさとの動画は、指が分かりやすいように、コツが分かりやすいように上げてます。そんな格好でね、YouTube を通して、オカリナの、まあ、演奏の仕方のコツなんかもね、伝えていけたらと思っておりますから、いろんな曲を題材にしたいと思います。いい曲見つけました。グリーンスイープス。
ね。カーペンターズの曲でね、かっこいい曲があるんですよ。これはまあ、リチャード・カーペンターの曲じゃないんだけど、This Masquerade っていうのがね、かっこいいのはね、やっときたいと思います。ありました。This Masquerade。専攻家って見たことがないね。まだ楽器として認められてないのかもしれないね。だから、わかんないけどね、おもちゃ感覚で売ってんだろうと思います。だから安いのかもしれないけどね。で、安いにしたってね、音痴じゃダメですもんね。お金をやってる人がね、伴奏者から音痴だ音痴だって言われて、どうしたら治るんでしょうか。いやもうそれはあなたのせいじゃないかもしれません、それ楽器が悪いのかもしれませんっていう話をよくするんだけどね、お店の人に頼んでください。私はね、調律してやってるからぴったりあるんだけど、お店の中の、在庫がありますよね。在庫の中でも程度のいいやつを選んでもらってくださいっていう話ですね。まあそれとね、これは私の教室で使ってるやつなんだけど、1個1万円。この楽器はね、私が1個ずつ調律してるんですよ。だからまあ本格的にやってみたい人はこれが一番安心かもしれません。値段は1万円ですね。ちょっと変わったものも紹介しておきますので、ちょっと大きいオカリナもあるんですよね、これね。これは音域が広い、ね。これは1オクターブ半ぐらいなんだけど、これが2オクターブ以上あるね。吹くところが3つある。どういうことかって言いましたね。穴がいっぱいあるでしょ。指10本しかないからね。普通のオカリナがここにあって、ちっちゃいオカリナがここにあって、でもっとちっちゃいオカリナがここにあって、トリプル管っていうのがあるね。これもね、最近扱えるようになりました。これは、5万円です、ね。まあ、それでもね、このトリプル管を買おうとしたらね、15万円とかね、こうなるとめちゃくちゃ高いですからね。そういう意味じゃこれも、メッケモンかもしれません。志のある人はやってみてください。難しいです。めちゃ難しいですね。じゃあ、今日の最後はね、トリプル管でやりましょうかね。
情熱大陸ってね、これかっこいいですよ。博士太郎。情熱大陸どこ行ったの？そうだってね、情熱大陸はね、学校やっぱ一応見た方がいい。ちょっと待ってね、カーニングさせてください、ね。情熱大陸、あ、ありました、ありました。よし、最後のナンバーです。来てくれてありがとう。またお会いしましょう。ありがとうございました。